次は順天。皆様お待たせいたしました。今日のヒーローはもちろんこの人、逆転満塁ホームランの順平選手です。ちゃんと人はいいね。まずは順平選手、 WBG 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。9回のバッターボックス、どのようなお気持ちで入られましたか？とにかくチームの勝利だけを考えていましたね。なるほど、無心の結果だったわけですか。それにしても素晴らしいホームランでした。あの当たりは本当にラッキーでした。大事な場面であの一打、思わず実況を忘れるほど興奮してしまいました。思ったより飛距離が伸びてくれました。いい結果に結びついて嬉しいです。なるほど、さすがは一発侍の異名を取る順平選手、大変に謙虚なお答えです。ところでこの喜び、誰に一番に伝えたいですか？そうですね、このホームランをいつも陰で支えてくれてる大事な人に捧げたいと思います。いつも苦労ばっかかけてごめんな。こんな俺っちだけど結婚してくれ、ジロー。お客さん、終電ですよ。ああ、嘘、夢ね。そういなばね。ってここどこ？折り返しの電車はと。やっちまった。ああ、ちょうど着いたってことなんやな。ここで一発打てりゃヒーローだな。ホームラン狙ってんのか？当たり前じゃんかよ。俺は4番なんだぞ。絶対にホームラン打ってやる。バーカ、そんな鼻息荒くちゃ球は当たってくんねえの。いいか、カッコつけねえでいつも通りでいいからさ。お前は一人で野球やってるつもりか？ゴーラー、よく見てけ。打てるぞ。ピッチビビってるって。な、ホームラン打つだけがヒーローじゃねえの。お前がダメでもあいつらがいいんだし、肩の力抜いて気楽に行ってこい。わかった。サンキュー、順平。バーカ、監督といえ肩の力抜くんだぞ。やったやったやった。惜しかったな。もうちょいで勝てた。うん、よし、明日からもまた特訓だ。いいかお前ら、とりあえずこれだけ覚えとけ。お前らが一致団結すりゃ誰にも負けることなんかねえんだ。よし、今日は解散。いやー、俺っちって名将、夜勤明けでコーチ頑張った甲斐はあったよ。三つ引グループで。いや、なんか俺今更青春を謳歌しちゃってる感じ。やっべ、眠くなっちゃう。
んで寝過ごすかな。それもここまで盛大にとか、ありえなくね。とりあえず誰かに連絡して、その話今じゃねえとダメ。俺っちちょっと充電切れそうで、バタバタ言ってるけど何の音？充電？もう何やってんのよ。ミツル先輩たちが行方不明になっちゃって、今菊野さんのヘリで捜索してんだから。は？行方不明？ヘリ？結構探したんだけど見つからないんだよね。とりあえず順平今どこ？なんつうか、野草犬なんとか電車寝過ごしてど田舎放浪記。あんた野草稲葉駅にいんの？なんで？あ、やべえ、ゆかりっち充電切れる。なあ、もういいからとにかくそこで待ってて。私たちもそこ行くから。天田君とコロちゃんにアイギスの姉妹機のラビリスも一緒だから。ちょ、何？ラムス？意味わからんからコンビニ探してまた。コンビニ発見。腹減った、ついでに弁当買うかな。まさかの閉店。今時24時間営業じゃないとかありかよ。なんだこりゃ。いた、順平。おお、ゆかりっち。これはほら、なんつうか俺なりの努力をしようとしたわけで。つか霧城先輩たちが行方不明ってどうなってんの？その服よく似合ってますね。フェザーピンクってやつ？やそいなばで俺っちと握手みたいな。順平のくせにうるさいな。あんたモブで雑魚で戦闘員でしょ。死んで大地に帰んなさいよ。いつにも増して容赦なさすぎでしょう。ああ、もう成敗。とにかくリングイン。てかやべえ。バカ。なんだお前、なんだかわかんねえけど説明しろ。キリにしたってシャレになんねえぞ。ああ、もうほんとうっさいバカくまね。さあさあ、ドッキリ世界滅亡大作戦じゃなかった。台湾限定一本勝負 T1 クライマックスの開始よ。 T1 クライマックスだ。面倒やし、かいつまんで説明するくま。ルールは簡単。ア
相手を倒せば先に進めて、負ければそのままここを動けません。は？勝負って言うか、はあ、あんたほんとめんどくさいのね。やる気がないならさっさと死んでよ。はい、ペルソナ。めっちゃ可愛い。待つんだフェザーピンク。話せばわかる。つかそんなの人に向けたら危ないっしょ。おっ、ていうか動画撮ってたの普通に忘れて。本当に出た。純平のくせに。やべえやべえ。もう一度下げよう。だから言ってるでしょ、エリアを出ることができるのは。いや、かちょっとさあ覚悟しなさい。悪の怪人空転バット。こうなりゃもう焼けだぜ。俺デザーマン、純平様が返り討ちにしてくれるわ。雪アネソ使えんかったら嫌やな。どんな技があるんかが全然わからんって。ラウンドファイナルファイト。うわとか、なんか普通に戦わせたら面白そうやな。丸罰は課金やったな。勝者モブキャラ、その調子で勝ち上がるクマ。誰がモブキャラだ。てきゃー、ゆかりっちがホラで散々寝たし、ありゃシャドウか。やっぱりこれって影時間なのか。あ、そういや俺っち召喚器使ってねえけどペルソナ出たぞ。相当ってやつの仕業か。こりゃ相当ヤバそうだとか言って。ヤングライフのあれね。いや、やめて。
待ってろよ、今行く。シャドウワーカー、いより順平、緊急出動だぜ。ミスチ、あー続きみたいな。あー今日スクラッチ感は揃った。何言ったら勝った。